続いては区の事業やシステムについて分かりやすくお伝えする荒川区行政ナビです。今回は火災予防のポイントと題してお送りします。スタジオには荒川消防署の花宮さんにお越しいただいています。花宮さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。荒川区には荒川と小具2つの消防署があります。荒川消防署は主に荒川、日暮里、南千住地域を管轄し、小具消防署は町や小具地域を管轄しています。荒川消防署といえば、署の前に置いてあるミニ消防車が子どもたちに人気ですよね。そうです。昭和61年から消防署前に設置しておりまして、ウーカンジュニポ号という名前で親しまれています。この度このウーカンジュニポ号をモデルにした絵本を作りまして、荒川消防署でお配りしています。こちらの文章も絵もすべて署員が作成しました。へー、鮮やかな色使いでとても可愛いイラストですね。さて、今年も11月9日から15日までの1週間、秋の火災予防運動が実施されますよね。はい、東京消防庁では都民の皆さんに防火防災の意識や防災行動力を高めてもらうことで、火災の発生を防ぎ、万が一火災が発生した場合にも被害を最小限にとどめ、火災から尊い命と貴重な財産を守ることを目的として、秋の火災予防運動を実施しています。そこで今回は、秋から冬にかけて増加傾向にある電気火災を中心に火災予防のポイントをお伝えします。まずは今年の荒川区の火災状況について教えてください。はい、令和3年9月30日現在、荒川区における火災発生件数は26件です。そのうち建物火災は17件で、焼損床面積は192平方メートル、火災により亡くなられた方は2名、怪我をされた方は3名でした。皆さんに特に注意していただきたい住宅火災での主な出火原因として、電気器具や配線などによる電気関係、ガスコンロ、タバコなどが挙げられます。住宅に関する火災の危険はいろいろあると思いますが、どういったところに気をつけていけばいいでしょうか。はい、それでは住宅火災を予防する10の心得をお伝えします。1、調理中は調理器具から離れないようにしましょう。2、寝タバコは絶対にやめましょう。3、ストーブの周りに物を置かないようにしましょう。4、家の周りを整理整頓しましょう。5、ライターやマッチを子どもの手の届く場所に置かないようにしましょう。6、コンセントの掃除を心がけましょう。7、住宅用火災警報器をすべての居室、台所、階段に設置し、定期的な作動確認をしましょう。8、寝具類やエプロン、カーテンなどは防衛品にしましょう。9、万が一に備え消火器を設置し、使い方を覚えましょう。10、ご近所同士で声を掛け合い、火の用心に心がけましょう。なるほど。この10の心得を確認すると、油断していたようなところも気が引き締まりますね。しっかり予防したいと思います。よろしくお願いします。続いては最近増加傾向にある電気火災について詳しくお伝えします。花宮さん、電気火災とはどのような火災なんですか？はい、電気や電気製品に関わる火災のことです。例えば寒くなると
電気ストーブなどの暖房器具を使用すると思いますが、よくあるのが電気ストーブの上に洗濯物が落下したり、就寝中に布団や毛布が接触したりして出火するケースです。電気だから大丈夫と過信せず、ガスコンロと同じようにストーブの周りには燃えやすいものを置かないように注意してください。加えてコードからも発火します。こちらの VTR をご覧ください。それでは取扱方法の誤りの一例として、コードを束ねた状態で電気機器を使用することによる出火危険をご覧ください。測定条件については画面の通りです。10分後、束ねたコードの内部は174度になり発火しました。続いて先ほどの束ねたコードが清掃不良だった場合の出火危険をご覧ください。測定条件については画面の通りです。12分後、束ねたコードの内部は174度になり発火しました。清掃不良によりホコリなどの可燃物が電気火災を拡大させることがわかります。コードを束ねていることってあると思うんですが、束ねたコードから出火するっていうのは怖いですね。はい、コードは束ねたりねじれたままの状態で使用しない。そしてホコリなどの可燃物がプラグやコンセント、テーブルタップにたまらないように定期的に掃除をしてください。コンセントにたまったホコリが湿気を帯び、電気が流れて発火することがあります。コンセントとプラグの隙間にホコリなどがたまらないように、コンセントはしっかり差し込みましょう。日本国内では1つのコンセントにつなぐ機器は 1500W が上限です。2つ差し口があっても合計で 1500W までです。テーブルタップをつないだとしても変わりませんので、例えば1つのテーブルタップに 1200W のドライヤーと 700W の湯沸かしポットをつないで同時に使うことはできません。 2000W でブレーカーが落ちますが、ブレーカーが落ちなくても 1500W を超えると火災の危険があります。暮らしに欠かせない電気ですが、使い方を間違えると火災につながるんですね。気をつけたいと思います。続いて電子レンジによる火災も増えています。電子レンジに食品を入れ、必要以上の長時間加熱をすると出火する危険があります。特にさつまいもや肉まんなどは長時間加熱すると急速に燃焼する危険があるので注意しましょう。出火してしまった場合は扉を開けずに電源を遮断してください。火が消えなければ扉を閉めたまま消火器を準備してください。それから119番通報をお願いします。そして最近テレビでも取り上げられていますが、掃除機や工具に純正品ではないバッテリーを使用して火災になる事例があります。バッテリーは必ずメーカー指定のものを使用しましょう。続いて住宅用火災警報器に関するお知らせです。住宅用火災警報器の設置が義務化されてからしばらく経ちますよね。はい、2006年に設置が義務化されました。住宅用火災警報器は火災の早期発見に非常に有効です。ただ注意していただきたいのが、およそ10年で交換が必要だということです。10年で交換が必要なんですか？はい、製造から10年で本体の寿命を迎えます。10年経過したら買い替えるようにしてください。また
電池切れや故障で鳴らないことがないように定期的に点検して正しく鳴るか確認しておきましょう。わかりました。早速自宅の住宅用火災警報器点検したいと思います。はい、続いてのお知らせは消火器についてです。消防法令に基づいて設置されている旧規格の消火器は今年の12月31日までに交換が必要です。旧規格とはどのような消火器なんでしょうか。はい、製造が2011年以前のもので適用火災のマークを確認してください。絵表示の消火器は今後も設置可能です。住宅用消火器の使用期限はおおむね5年です。そのまま放置していると事故につながる場合がありますので新しいものと交換してください。そうなんですね、わかりました。さて、秋の火災予防運動期間中にイベントはあるんでしょうか。はい、区内の消防署では火災予防を呼びかける PR 活動を行います。11月11日木曜日に下町人情火災予防フェア in 南千住と題して都電荒川線美濃和橋停留場周辺で火災予防に関する広報を行います。ウーカンジュニポ号の絵本や缶バッジのプレゼント企画を実施しますのでぜひご来場ください。また11月9日火曜日から15日月曜日まで都電荒川線の全車両に火災予防の小旗を掲げるほか都電荒川線の車内で防災に関する広報展示も行いますのでご覧ください。火災予防の意識を高めていきたいですね。それでは最後に区民の皆さんにメッセージをお願いします。今回の火災予防運動で署員とともに各行事で活動してもらっているのが消防団です。荒川消防団や小具消防団ではより安心安全な街づくりのために消防団員を募集しています。消防団では火災などの災害活動をはじめ応急救護の普及活動や災害を未然に防ぐための啓発活動など幅広い活動を行っています。18歳以上の健康な方でそれぞれの消防署の管内に居住、勤務、もしくは通学している方は男女問わず消防団に入団することができます。管轄の消防署にお問い合わせください。今回の荒川区行政ナビは火災予防のポイントと題してお送りしました。花宮さん、ありがとうございました。ありがとうございました。